おー、しはしはしはし。はい、お疲れ様です。高木みつるです。ってことでですね、今日もめちゃくちゃ天気良くてあったかいので、トカゲ釣りをやってみようかなと思います。やっぱどうしてもトカゲってかなり素早いので捕まえるのが難しいんですけど、トカゲ釣りなら簡単に取ることができます。その辺で拾ったこれ竹の棒なんですけど、それに糸を結びつけて、その糸の先にトカゲの餌となるこれミールワームなんですけど結びつけました。これをトカゲの前で揺らしてやると、あの素早いトカゲを傷つけることなく取ることができます。でトカゲはですね、こういう石垣とかの日当たりのいいところに出てきて日光浴してることがあるんで、今日はそういうのを見つけたらトカゲ釣りで取ってみようと思います。おお、やっぱ出てきてますよ。ほら、トカゲです。いけるかな。反応してる。来た。え、また出てきた。反応しねえ。釣れた。またいました、トカゲ。これうまく釣れそうですね。周りに草とかもないんで、やってみましょう。あ、いる。下ペロペロしてる。あ、来た。あれ、いる。手強い。あ、来たって。あ、来た。食ってる。どうしたのがいいか。手強いな。これめっちゃいい映像撮れてる。手強いこいつ。置いていた。ちょっとやばいと思ったらすぐ中入っちゃいますね。焼き線個体。もしかしたら結構力強いんだよねこれ。中でムグムグしてる。やばいな。ちょっと反応が鈍くなってきました。やばいと感じたのでしょうか。手ごわいな。なんかあるところまでしか出てこないんですよね。おお、しはし。はい、2匹目釣れました。だいぶ大熱戦になっちゃいましたけど釣れましたね。あんまり大きさ変わんないな、1匹目と。はい、またいました。これはいけるかな。これもね、なかなか奥の方入られちゃうと難しそうですけど、やってみます。
はい、また釣れました。3匹目です。結構楽勝ですね。素晴らしい。この調子でどんどん釣り上げていきます。はい、またトカゲがいました。ちょっとね、中入っちゃったんですけど、なんとかおびき出したい。で、餌変えました。いけるかな。なんとか外出てきてほしいな。あれ、全然来ないな。ちょっと反応が悪い。あ、来てる。見てる。あっ、来た。あー、くそ、早すぎた。はい、今来てましたね。ちょっと食いついてから、しばらくしてから引っ張んないと逃げちゃうんだよな。あ、来た来た。来てる来てる。めっちゃ見てる。いや、めっちゃ警戒してるわ。でも、置いといてみたら、はい、あ、嫌ってね。ちょっと嫌がってんな。あれ、食べないのかな。あー、これダメですね。まだそこまで活性が高まってない個体かもしれないですね。しょうがないな。あー、入っちゃった。また出てますね。これはいけそうだな。あ、やばい、風が強い。ほら、どうだ。あ、ピロピロしてる。あ、あ、離せる離せる。あ、グッとグッとグッと釣れた。釣れました。あれ、あれ、急に反応しなくなった。え、そうでしょ。すげえ、全然逃げなくなった。かわいい。ペロペロしてる。なんでこれ。なんか一回ね、餌モードに入ったトカゲって逃げなくなるんですけど、ここまで逃げなくなるのってあんまりない気がします。ほら、これ顎の下触ってても全然逃げません。可愛いですね、これ。なんか手なずけたみたいになってる。可愛いな。ほら、全然逃げない。地面にはしっかりくっついてんだけどね。うん、あ、ちょっとキョロキョロしだした。そうそう、状況が飲み込めたか。まあ、もうこれはあの容器には入れないですけど、釣れたっていう認定でいいですよね。お腹は、お腹ちょっと嫌そうだな。あ、帰る、持ち帰る、乗りなさい。あ、乗らないんで。はい、というわけで結果発表は、この3匹とあともう1匹ちょっと容器に入れてる余裕がなかったんで入れなかったんですけど、4匹ですね。合計釣れたのは4匹でした。まあでもね、やっぱりあんだけ早いトカゲをトカゲ釣りで釣ると簡単に取れるんで、まあ結構面白いから皆さんもぜひやってみてください。でね、このトカゲたちは、このまま逃がしてあげようと思います。バイバーイ。よいしょ。もう釣られんなよ。あれ全然逃げない。何が起きたか分かってない。おい、早く逃げろよ。ああ、逃げてった。バイバーイ。
ということで、今回の動画はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。